どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日は来月の国内状況を見ていきたいなと思います。まあね、ちょっと最近感染者数も減ってきてて、良くなってきてんのかなって思うんですけど、まあ一応念のため、ちょっとやっていきますね。では、僕と一緒に皆さんも考えながらカードの意味合いとか、どういう感覚で受け取れるか、まあ人それぞれだとは思うんですけど、一緒にやっていきましょう。では、行きます。どうぞ!では、12月の国内状況をタロットで教えてください。ということで出ました。12月の国内状況です。まず過去からいきましょう。過去11月どうでしたかっていうところですね。どうでしたでしょうか。ワンドの6の正位置です。なるほどね。何か一つの目標を達成するとか、嬉しいニュースが来ますよとかね、そういった感じなんですけど、やっぱりコロナの感染者数がこう減ったとか、そういった感じなんでしょうかね。そのこと言ってんのかな、どうなんだろう。まあまあ、でも思い当たる節がそこぐらいしかないかなっていう感じですね。では次、現在12月に入った状況ですね。どうでしょうか。ペンタクルス、ナイト、逆位置です。はい、12月入ってからは足踏みの状態とか、そんな感じなのかなっていう気がしますね。あとは時間をかけたものがね、無駄になるとか、現状にしがみ続けるとか、そういったカードなので、12月入ってからはなかなかどうなのっていう感じでしょうか。どうなんだろう。ちょっと未来どうなるかめくってみましょう。未来どうなりますか。ペンタクルス3の正位置です。未来どうなるか。ペンタクルス3の正位置、カードの意味だと抜擢されるとか、あとは周りと連携するとかね、経験を生かせますよっていうようなカードなんですけど、その他は努力が苦にならないとかね、細かくこだわるとか、綿密すぎる計画とかね、そういったカードなので、表向きはいい感じに進んでるように見えるけど、何か裏工作、何か水面下で動いてるカードでもあるんですよね。ちょっとね、引っかかるななんて思って、まあ僕はね、こういった性格なので、どうなのかなって素直には喜べないかなって思いますけど、とアドバイス見てみましょう。アドバイスどうでしょうか。バンドの9の逆位置です。出ましたねこれね。何かに備えて優先順位を決めるとか、早めのこう対策とかね、油断禁物ですよっていうカードなので、気を引き締めないと危ないよっていうようなカードかな。今ね、本当にちょっと麻痺してる状態じゃないですか。なのでね、ちょっと気を引き締めていかないとっていう感じですね。では次、周りの状況見ていきましょう。周りの状況どうでしょうか。ジャスティスの正位置です。こう、気持ちより事実を優先したいとかね、誰にも肩入れしないとか、そういったカードなんですけど、早く本当のことを言ってとかね、そういったカードですよね。ちょっとすいませんね、ピピがね、ご飯食べ始めちゃってね、すいません。うまいか。美味しいでしょう。よく動いてるから。じゃあ気を引き締めて、次、国の状況はどうでしょうか。チャリオットの逆位置です。
ちょっと今勢いがね危ないのかななんて思いますね。チャリオットの逆位置なので意見が合わず衝突するとか葛藤とかね、立ち往生とかそういったカードなんですよね。空回りしてる状態なのかななんて思いますね。12月、どうなんだろう、結果どうでしょうか。ワンドの3の逆位置です。結果ワンドの3の逆位置なので期待通りにいかないとかね、滞るとかね、このアリゾンのくたびれ儲けとかそういったカードなんですけど、やっぱりちょっと国自身が絡まってる状態なのかな、ちょっと思い通りに動けてないとかね。まあでもそんな感じしますよね、いろいろ見ていくと。なので、まあ、国を頼るよりだったら自分たちでちゃんとね行動しないといけないってことなんでしょうね。風の時代ってみんながみんなで引っ張っていくっていう時代なんですよ。国がこうだからじゃあその通りにするっていう時代じゃあもうなくなってるんでね、ちょっと我々まあもうできてる方もたくさんいますけど、まあ、今までとは違う行動を起こしましょうっていうことですかね。12月1日から10日、11日から20日、21日から31日をお出しください。12月1日から、10日、まずめくっていきましょう。どうでしょうか。ナイトのカップ正位置です。なんだろうな、なんだろう、とてもなんか繊細なひとときとかその時の時間を楽しむとかね、そういったカードなんですけど、現在1日から10日、まあ精神的に落ち着いてる時っていう感じでしょうね。悪くはないかなと思います。11から20日どうでしょうか。ワンドの8正位置です。まあここでなんだろう、物事が好転するとかね、勢いついてきますよというようなカードですね。違う考え方で言うと追い風が吹き始めるとか、今すぐに動かなきゃいけない事態になるとかそういったカードなので、まあちょっと真ん中のここが大変になりそうですね。11から20日の間何か動きがあるのかななんて気はします。では、21から31日どうなりますか。いいじゃないですか。カップの2の正位置です。まあこの日はねクリスマスとかってもまああるので、まあ例えば、まあ、愛情のカードだったり相手を許すとかね、あとは調和とかそんなようなカードなんですけど、なんだろう、12月の21から31日、お互いに助け合いなのかな。あとはね、相手の行動が明確に出る時とかなんで、もしかしたら国の動きがちょっと明確になって動きやすくなるのかな、国民はとかっていう考え方もなきにしもあらずかななんて思いますね。どうなんでしょう。まあまあまあ、でも12月はこのような感じです。まあ最後ねこれなんで悪くはないんじゃないのかなっていう感じがしますね。ということで見ていただきました。どう思いました。皆さんはちょっとね、僕の意見ではやっぱり今が変に落ち着いてるからこそ何かあんのかななんてね変に思いますけど、あ、それは僕の考えすぎなんでしょうかね。いい方に向いていけばいいんですけど、星で読むとやっぱりね2024年まではちょっとね厳しいじゃないかなと。来年は来年でこのみんながみんなもう変に慣れちゃって麻痺する状況の中になるとっていうのがもう、まあ、読めるので星読みでいくとね。だから本当に気を引き締めていかないと、まあ、ダメなのかなって。まだまだね先は長いんですけど、まあ、皆さんで気を引き締めて頑張っていきましょう。最後、僕のホームページも、できました。
個人鑑定ですかね、予約制となっております。たくさんの方がご依頼ありますので、もしこちらも興味あれば LINE 登録からちょっと必要になるんですけど、ぜひ気軽に LINE 登録をしていただければなと思います。それではまた更新します。ありがとうございます。